おはようございます。えー、2010年6月6日、6時5分なりました。えー、6月6日、6時。ということで、まあ、録画3つ並んでまして、まあ、別にどうでもいいんですけど <laughs>。えっとですね、今日は日曜日ですね。えっ、ー、と、またニュースを見ていきたいんですけども、え、関首相という話、組閣はまだ決まってないんで、ちょっとあえてですね、今日はこれを飛ばして、こちら。 えー、ツイッター、関書、なりすまし、利便性の裏に問題点もということで出てますけど、まあ、早速ですね、もはや、あの、ツイッターで関さんになりすましたあのがいるということで、問題になってますけれども、これですね、でも、なりすましだとかなんだとかって言っているんですけど、まあ、確かに、あのー、その通り、その通りというか、まあ、悪意を持ってやってるような雰囲気があるんですが、 ただまあこの手のですね、そのツイッターにしろツイッターだけでなくそのブログやらホームページやら何でもかんでもなりすましって結構ね、あの以前からあった問題でもありますしで、よくよく考えればまあインターネットの場合はその確かに情報の伝達速度が速いというところですごく問題はあるんですけどもじゃあそれ以外のツールでも なりすましってできないのかって言ったら別にね、あのー、名刺だって会社案内だって作れちゃうんですよね、今って。あの、個人でパソコンとプリンターがあれば、あのー、名刺なんか作れますし、会社案内だって綺麗なパンフレットを自分で作っちゃおうと思えばできちゃうんですよね、今ってその、そんな難しい話でもないんで、えー そのツイッターとかばかりがこう問題になるのはツイッターが話題になってるから問題になるんであって別にそのツイッターだからっていうんではないというところをちょっと考えないといけないんじゃないかなと思います、えー、その辺はですね本当に情報のリテラシーと言われるものでその辺をしっかり教育というかそういうことを広めていかないとですね、えー まあ確かにそのネット選挙とかも私もすごく期待する方なんですけどもただ一方でそういった情報をどう扱うのかとかそういったところの,ですねあの啓蒙活動とかを同時にやっておかないとうまくいかないんじゃないかなという気がします、まあ、あともう一点こういうのも技術的に解決しようと思えばできないことはないんですけれどもまあその辺もどこまで何を本気でやるのかっていう話との え、兼ね合いなので、えー、その辺もですね、合わせて検討すべきかなという気がします。はい、それともう一点、あえて、えー、政治関係をちょっとすっ飛ばしてですね、こちら、えー、国際ニュースというか、まあ、エンタメなんですけども、SMAP の上海万博のイベントが中止になりました。 え別にあの私は SMAP のファンでも何でもないんですけれども、なぜこれをあえてこういうものを取り上げたかというと、ですね、えー、この中止されたのが、まあ、確かにそのこの前先日あったあのなんかイベントで、無料で当日先着でチケット販売。 あの配布するということで、あの殺到してですね、収集がつかなくなったと、暴動が起きかけたというところもあってですね、そんな中で、スマップなんかやろう日にはもうとんでもないことになるだろうということで、そのもう中止になったということなんですね。で、この辺を見るとですね、あの残念ながら、 まだまだこういったことに関するそのノウハウとかその考え方とかですねそういったものがあまりにもまだ中国には整ってないのかなという気がしますやはり従来その、えー、自民党制とかをやってきた中ではやはりそのそこに対してこう 無理にでもこう指示に従ってたところがまあいろんな意味でそこら辺からこう外れてきたのともともとやはりその何ていうんですかね、えー 並ぶということ自体がですね、あまりその文化的にうまく機能していない。で、ちょっとでもそのなんか有利なところがあればそこにこう入っていくという、まあ、まあ言った割り込んでいくですね。そういったものが平然と行われる文化だったところにこういうものがいきなり来ると大混乱が起きるなということで。 まあ、なんとも、難しいところだなぁと、この中国の上海万博、成功してほしいんですけれども、まあ、いろんな意味で、課題とかですね、その、まあ、やっぱり多いですから、人間が多いというところが、いろんな意味で、課題が、問題点が、露呈してくるのかなという感じがします。ということで、6時10分になりました。今日は日曜日ですが、え、ー 頑張って、えー、頑張ってというか、まあ、遊びに行く人は遊びに行ってください。ということで、ではまた。